さんです。坂井花です。バレリーナさんをずっとやられていて、はい、もう本当にその前はオリーブモデルの時から私は拝見しておりましたっていう、本当にオリーブ少女だった花さんが、はい、オリーブ世代ですね。そのままバレリーナさんとして、はい、夢をね実現させまして、で新国立劇場で本当にずっとミュージカルをやっていただいて、はいはい、でその後、まあ、フリーランスとして活躍されて、で多分そのフリーランスでいろんな活動がいっぱいされてると思うんですけれども、うん、多分そういうことの集大成として、はい、この間紫綬褒章おめでとうございます。ありがとうございます。その後何か変化ありました？そうですね、まだこう今年いただいて、なんかまだなんて言うんだろう、実感というか、うん、これからどんどんこう、まあ、責任であったりとか、うん、その自分のこれから の踊りに対するもっと明確な強い思いをしっかり持たなければいけないなっていう、うん、大きな励みになりました、はい、本当にご活躍を一歩前提にとしてはとても嬉しく見ておりますが、本当にそのプライベートも含めて、はい、まあ、パートナーの方も、はい、ダンサーでいらっしゃって、はい、またそういう全く違うバレエとは違うジャンルをされている方で、はいはい、まあ、そこの影響というのもあったそうですね。まあ、島地康武というコンテンポラリーの踊り手の人と結婚したんですけれども、はい、いろいろな影響がやはりありますね、うん、ありますし、そのバレエという基本のものがあり、そのいろいろなアイディアがあって、いろいろな、方向、いろんな方向からこうダンスを見ることが、できてきているかなとは、はい、思いますけど、なんかすごく踊りというのは見ていて、うん、その人となりがとても伝わるものだなと思って、ね、はい、よく舞台を見ていて、私はそれでダンスがとても好きなんですけれども、こう作れないもの、にじみ出るものっていうのがダンス、舞台を見ているだけでも伝わってくるなと思っており、はい、でその中でやっぱり坂井さんの踊りが、はい、だんだん幅が広がってきていて、 ありがとうございます。だんだんいろんな方向に向かってるっていうのは、はい、やはりそういうプライベートの状況であるとか、はい、そうですね。それで秋タンツでご一緒させていただいて、たくさんのいい振り付け家の方であったり、それこそこのセルリアンタワーでの伝統と創造の会にいつも津村先生とご一緒したりさせていただけてる、とっても大きな引き出し、たくさんの引き出しを作らせていただいてるなと思って感謝をしているんですけれども、うん、それが何て言うんでしょう、まあ、クラシックをベースとしていろいろな踊りをなんか回せていただいてという結果というか、そういう活動を見ていただいていて、もうたくさんの積み重ねがあって、ああ受賞ができたんだなってやっぱりしみじみ思いますし、でも多分その一つ一つのチャンスをこう一つ一つ消化していて、はい、多分次の肥やしというか糧にしていってるっていうところが強化なんじゃないかなっていうふうに思って、はい、ね、でも本当に出会いが私はいい方たちとの出会いっていうのがまさに私の財産で、それが本当に私を通してお客様であったり見てくださる方たち、ご一緒する方たちに通じるのかなと思っていて、本当に感謝でしかないんですけれども、その中で体的には多分すごくしんどいこともそうですね、いろいろなお忙しくいらっしゃいますので、はい、お忙しく舞台も本数多いですので、ありがたいことです。メンテナンスをしたり、そうですね。ちなみに何に気をつけてらっしゃいますか、プライベートで。プライベートで、体のために。そうですね、そうですね、体のためには食事をきちんと、しっかりとタンパク質やいろいろなバランスをとって、いいもの、その旬のものを食べるようにして、その旬のもの、はい、というふうに気をつけていて、はい、あと睡眠であったり、あとは体
ちゃんと休ませてあげたり、うん、メンテナンスをしてあげたり、うん、部品がね壊れるんでね、その部品をこう直してあげる作業っていうのが一番大事かなと思います。私たち本当に体が楽器で、はい、自分でこうケアしてあげて、本当に心身ともに健康でないと、うん、いい踊りが舞台を務めることができませんので、うん、それを本当に身に染みて、はい、思って大事にしてあげているところです。これからも体に気をつけて頑張ってください、はい、ありがとうございます。期待してます。どうもありがとうございます。